ジャンヌ・ダルクが最後を迎えた町ルーアンはパリから北へ電車で70分。この筒形の建物は市内の新しいお出かけスポットです。約11階建てのマンションに相当する建物の中には360度に吊るされた巨大なスクリーンがあります。ここではルーアンで火炙りの刑に処されたジャンヌ・ダルクの足跡を振り返ることができます。この作品はデッサンと写真を組み合わせて2年がかりで作られた大作。1枚の作品を光と音で演出し、四季や1日の移り変わりを見事に表現しています。櫓に登るとまるで自分もこの時代に入り込んでしまったかのように錯覚してしまいました。ちなみに作品の中でこちらを向いているのはジャンヌだけ。その力強い眼差しから目が離せませんでした。あのクロード・モネが魅了され多くの作品を残したルーアンの大聖堂もこの街の中心部にあります。